ひょうたんごけは、ひょうたんごけめひょうたんごけかのこけ植物。葉藩に近げの湿った土壌に生え、植木鉢などに群生を作ることもある。アンモニアを含む土壌によく生える。茎の高さは3から10ミルメートル。葉は、卵形で、長さ2から4ミルメートル。放子体は初夏に形成され、2から10センチメートルの柄の先に、ようなし型のついたちがつく。葉は、ひめひょうたんごけ属や。 釣り金ご家族の各種と類似するが、衰立が形成されていれば、他種と間違われることはないと言われる。氷炭ご家は金や鉛などの重金属を細胞内に取り込む性質があることが発見されており、資源回収に利用できる可能性があるとして注目されている。日本の理化学研究所では、重イオンを照射するなどして変異株を作り、貴金属や、 レアメタルを植物体内に吸収する株を作出しており、排水浄化処理などに応用する研究を進めている。ABCD アザートン・エトール P561 ABC の上広しフィールド図鑑コケヘピ十17氷炭端ケ苔が金を蓄積主源回収に応用へリケンなどコケ植物でグリーンイノベーションを実現するリケンニュース2011年1月号ありがとうございます